おざす、ティーシスンです。さて、今回は旧旧式アリサカ銃使っていきましょう。まあ、6.0で一旦ね、弾速が750に上がりましたが、で、6.2のパッチで威力も上がったということで、30メートルまで、80ダメージかな。で、減衰式って66っていうダメージ調整がね、入ってるんで、まあ、ちょっとしたダメージ増加、まあ、強化かな、となってるんで、まあ、今回はね、ちょっと近めに戦っていけたらいいかなと思ってはいるんですけど、これダメだ。撤退。ダメ。はい、了解。まあ、やっていきましょう。お、光ってるね。ポテイツ、そこ。上すぎる。まだ上すぎる。こんぐらい。同時。もう一発。オッケー。はい。で、こいつ、アリサカなんですけど、まあ、スペックは上がりました。上がりましたが、まあ、個人的なその感覚の問題なんだけど、スコープがね、若干見づらい。これ T 字じゃないですか。で、下1本だけ太いんですよ。だからちょっとヘッショ狙うときにね、若干個人的にはやりづらいかなっていう、あれがあるんですけど、まあ、やっていきましょう。まあ、俺的には、夜幻戦とか、カラビナみたいな十字切ってるやつの方がいいんだけど、まあいいでしょう。やっていきます。で、アルファだいぶ入ってるね。そんな入ってないか。まあ半分ぐらい入ってる。2、3人ぐらいかな。で、分隊員等々も湧いてきてくれてるんで、まあ、このまま、防衛継続したいね。はい。で、こっち。芋が見てる。はい、どうも。いらっしゃいませ。で、なんか足音。あ、これ敵か。危ねえ。ちょっと待てよ。はい。まあ、なんとかなった。オッケー。で、アルファまで入ってるね。さっき流れてたよね、こっち。どうしよう。まあ、追ってってみようか。もうくたばってる。了解。はい。ちょっと近いかな。SR の距離じゃないが、ここ。離れようか。待てよ。あ、QS 外した。ダメか。まあ、ちょっと QS 外した段階でちょっとね、覚悟はしてたけど。まあ、しばかれましたね。はい。さあ、湧いてやっていこう。で、なんか光ってる？あ、めっちゃ寝っ転がってる。めっちゃでもないか、2人ぐらい。OK。で、まあ、個人的にその T 字のレティクルで縦偏差を計算するときなんですけど、一回真ん中で狙って、で、そっからレティクルを上げて縦偏差を、まあ、つけるっていうやり方にしないと俺的に当たらないんですよね。だから獣人比べて若干スピード落ちるけど狙うね。まあ、しゃあない。さあ、この距離はどうだ？弾速750。昔の SR だとまあトップクラスなんですが、まあ、今の SR の中だとミドルクラスなんで、ああ、当たったわ。はい。さあ、こっちはどうだ？アルファから来てるね。ちょっと上行ってみようか。やっぱ打ち下ろした方が強いんで、なんとかしたいが。この距離は多分30メートル以内だから、銅に当てれば、はい、そう。キル確定アシストがもらえるということで、美味しいね。で、なんか光ってたが、あー、ダメだ。これやっぱ頭が見えねえ。十字じゃない、あ、十字じゃないから。なんとかしていくしかないが。ちょ、待てよ。どっか行ったか。ちょっとあの、芋気になるけど、どっか行ったね。いる。OK です。はい。さあ、他にこのアルファに向かってくるのはいないかな。旧旧式が相手してる。で、上の方がいい。分隊員がなんか分隊員とか、味方が、他の味方がなんか狙ってるが、この距離はちょっと ああ、なんだ、弾速900あってヨーヨーって感じだろうな。さっきの距離はね。はい。で、なんか B 方向から食らったんだけど、ちょっと動いてるね。芋っぽいのはいない。SR のおまんまたる MMG や、AT ライフルはいないようだ。さあ、一旦こっちに入って B 見てみようか。どうですか？待て、これもう入ってんぞ。いや、フレア間に合わない。こっちから来る。はい、来な。はい。はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。OK。ちょっと危なかった。はい。で、もうここら辺もちょっとやばいね。警戒しようか。待てよ。さあ、B の中。ちょっとインファイトになるから、かなり怖いんだが。分断死んだね。これどうしよう。こっちから行った方がいいか。どうだ？一人いるね。で、腰打ち外す。もう拳銃でいい。
オッケー、2人カットで蘇生されたね。はい、テレシャス。で、これはね、まだ結構いるぞ。一分隊ぐらいいるが。なんか対戦者ぐらい来たけど、これはよろしくない。まだ引っかかっている。よし。はい。で、ケツから攻めてみようか。もうしばらく拳銃の戦いが続くけど。申し訳ね。はい。で、まだまだいるぞ。煙。見えない。寝っ転がってる。くそ。マジか、ちょっと反応遅れたな。まあまあ、やむなし。で、味方、敵蘇生されたな、これ。待てよ。なんか入ってるね。で、グレ投げて、こっちから見て、QS 当てて、で、一人はグレでやって、で、右に逃げた。あ、OK、完璧だね。はい。さあ、B。もう鬼門だね、ここ。もう敵の拠点とかしてるけど。なんとか取っていきたい、やつは。OK、偏差打ちは完璧。うん、で、あそこで MMG。OK。さあ、寝っ転がって撃ってきてるやつはもういないか。で、あとは拠点内。いるね。で、一発当てたんで、あとは同時 OK。はい。やっぱ一発の威力が高いと、まぐれキルが入りやすいから、ありがたいね。で、建物の中かな。なんか顔出さないかな、うかつなやつ。うかつに顔出さないかな。出してる。うん、味方がやるか。で、あとは、銃突。OK。はい、流し打ち完璧。さあ、B に入ってみましょう。B ないか。じゃあ、あとは脇を警戒して何とかしていきたい。で、回復戻って。で、芋ってるのがいっぱいいるはず。OK。うまいね。ここは。で、あとは。あ、待てよ。あ、なんで当たらなかった。そう、T 字こういうのがあるからね。なんかあんまり信用できないんだよ。はい。さあ、あとは、まあ、B は取った。うん。アルファの手前でやり合ってる。これどっからが抜きやすいかな。B の高だ、なんだあいつは。あそこ。で、頭に当たらない。まあこれはどうしていいね。はい。で、なんか、こっち狙ってきてるのいないか。いないっぽいな。寂しいぞ。なんかまだ見てると思う。ま、B 入ったぞ。どこだ？手前にはいない。どっから回ってきた？不思議ですね。うん、左から銃声。こいつかな。で、あとは拳銃で。OK。で、B はもう大丈夫か。なんか、さっきの偵察兵だから、全然大丈夫じゃない。ビーコンかなんかあったら厄介だけど。OK。なんとかなったね。お、山芋クソバトルやるか？俺の救急式と。はい、こういう。どこだ？あそこ。あ、OK ですね。山芋クソバトル勝利。完璧。ちょっと待ってよ。こっちなんかいる？いるね。一発当てて、あとは拳銃パンパン。でも敵の数が0人なんだけど、ただこれ落ちてんな、陣地は。陣地は落ちてますね。これどうなるんかね。うん。A も落ちてる。B も落ちてる。あそこにいるね。で、もう終わりかなと思ったけど、敵が粘りまくって、深く取られましたね。いや、まあいいでしょう。まあ試合時間が長くなったんで、もうちょいキルも取れるはず。で、もう区画落ちたんで、もう早々に撤退しましょうか。はい。で、ポジ取って、迎撃の準備といった感じでやっていきます。うん、いるね。で、あとはどうだ？まあ、ちょろちょろ動いてはいるんだけど、ちょっと遠いんだな。あ、なんか蘇生してる？また蘇生してる。もう、友釣り戦法や。友釣り戦法。また蘇生してる。了解。いや、友釣り戦法ですね。いや、完璧決まりましたよ。はい。B も入ってるか。やばいな。これ戦車いるっしょ。戦車に入られると、ちょっとどうもできんな。で、こっちに。なんか芋のマーク。ちょっと待て。もうこのゲーム地面揺れすぎやね。マジ。ちょっと、落ち着け。方面シーンを。落ち着いたな。OK。で、あとは。やばいな、これ。もう取られそう。あ、終わるかな。はい。はい。というわけで、終わりました。で、今回、有坂さん使ったんですけど、まあ、威力がちょっと上がっただけでもね、キル角や、まぐれキルっていうのが取れる
確率が上がるんで、まあ、それはありがたいですね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。47キル、まあ、そんな大した技術じゃないけど、まあ頑張った方でしょう。はい、でまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。